皆さんこんにちは、オリマーのメラです。はい、今回はですね、薬用シャンプーの取り扱い方というか、ずっと続けていくことによる、危険性のようなものもですね、お話しできたらなと思います。せっかく動物病院のトリミング、トリマーなので、こういったところの知識をですね、ご提供できればと思いました。はい、で、早速なんですけれども、皆様薬用シャンプーは使ったことはございますかね。もしくは、そうですね、トリマーさんにお願いするっていうこともあるかもしれないんですけれども、これ薬用シャンプーってどういったものかって言いますとですね、例えば、ワンちゃんで一番ですね多いと思うんですけれども、お肌の病気で、脳皮症と呼ばれるものがあるんですね。はい、で、その脳皮症というものはですね、何が悪さしているかというと、いろいろな原因があるんですけれども、ブドウ球菌という殺菌が非常に繁殖してしまって、でお肌に、いっぱいいるので、それの原因でお肌が炎症が起きてしまって、そこが痒くなってしまうという病気なんですよね。はい、膿が溜まってしまう、そこがどうしても破裂してしまって、で表皮が破れてしまう、でそこから痒みが発生してしまうっていうことなんですけれども、その悪さしているブドウ球菌と言われるものはですね、実はお肌に絶対にいる細菌なんですよね。これ常在菌と言われるものなんですけども、絶対お肌にいるんですよね。いてくれてるんです。これ逆にいないといけないんですよね。体のバランスを保ってもらってるんですよね、表皮というかお肌の、なので絶対になくなってはいけない細菌ではあるんです。ただ、体の免疫であったりとか、あとはアトピーとかそういったものでですね、結構そのお肌のバランスが崩れた時にブドウ球菌がたくさん増えてしまって、でそこで痒くなってしまうっていうことが結構原因としては考えられるということですね。で、そういった時にですね、先生の方から、この薬用シャンプーを使ってくださいねというふうにご処方されることがあるかなと思います。そして僕らもですね、獣医さんの方からこの薬用シャンプーで洗ってあげてねっていう形で言われることがあります。はい、そういった時はですね、僕らも使わせていただいたりするんですけれども、それを使ってからですね、多分殺菌成分がある薬用シャンプーを使いますの で、ある程度はね、それをずっと使い続けていったら、やはりお肌はね、きっと綺麗になってくる。やはりお肌っていうのは清潔に保つことが一番ですから、で殺菌していってブドウ球菌を減らしていってあげるっていうことが、まずは、お肌のトラブルに関しては有効な手段だと思います。ただですね、だんだんとおそらく回復してくるはずですので、今さっきですね、常在菌だと僕はお話ししましたので、お肌には必ず必要な細菌なんです。で、お肌が回復してきて治ってきたのに、ちょっと残ってるし、シャンプーはこれ使おうかな、でお家でずっとそればっかり使ってしまうということになってしまうと、常にですね、常在菌としていてくれているブドウ球菌であったりとか、その他の細菌もですね、やっつけてしまうことになる可能性があります。そうなってくるとお肌もね、またトラブルになってしまう可能性があるので、お肌の状態をしっかりと確認しながらシャンプーを選んでいくということが必要になってくると思いますね。はい、で油っぽい子だったら、まだその細菌をやっつけても油っぽかったら、そのちょっと油分を落とせるようなものを使っていったりで、普通に正常になってきたら、低刺激のものとかを使っていって優しく洗ってるあげる、もしくは保湿をしてあげるようなシャンプーを使ってあげるっていうことがとても大切になってくると思います。なので、その残ってるから使うっていうのではなくって、お肌の状態を見て薬用シャンプーだったりとか、シャンプーを選んでいってもらうっていうのが一番良い方法かなと思いますので、そうですね、やっぱり先生に相談してもらったり、僕らもですね、そういったことには詳しいので、相談してもらったら、今だったらこういうシャンプー使えるかなとか、今だったらこうした方がいいですよっていうのをお伝えできるかと思いますので、まずはこのシャンプー使って今大丈夫ですかっていうのを聞いてもらえたらいいかなと思いますのでね、はい、お気軽にお尋ねいただけたらと思います。はい、今回はこんな感じになりました。お分かりいただけたでしょうか。はい、ご視聴ありがとうございました。